どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボ実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけども、お相手、初段の方ですね、四間飛車がお得意の方ということで、まあ、爽やかイケメン、爽やかメガネイケメンが、アバターの方がお相手ということでですね、まぁ、ちょっとなんとなく鼻につく、感じが、しないこともないので、絶対に負けたくないという気持ちを強く、心に持ってですね、勝負していきたいと思っております。さあ、まぁ、お相手、向かい飛車ですね、戦型的には。まあまあよくわかんないですね。ちょっと攻略の仕方が、まあ金がこっちに上がっていってくれてるんで、その分戦いやすいかなという感じはするんですけど、まあその分ね、やっぱり身の囲いがね、硬い、本当に硬いになって、囲いになってしまってるんで、まあ、本当に硬いになってしまってるんです。何みたいな。はい、ちょっとまあ何とも言えないんですが、まあ銀交換まではしていきたいなというふうに思います。でまあ、割り打ちの銀がありますよっていうことなんですけど、まあ、当然これは一回引いておいて、そう、端から、あれ今、まあ、いいか。うん。オッケー。ナイス。問題ないです。ここに角とかね、ぶち込んでくるとか、銀ぶち込んでくるパターンみたいなのはあるかもしれないけど、まあ、角来るんだ。2分30秒。角来んの？やりすぎじゃない？それやりすぎじゃない？やりすぎだと思うけどな。やってくるんだ、それ。へぇー。やってくるんですね。まあでも、駒得ですから、基本的に。まあ、本当は、まあ、これに対して屈しちゃいけないというか、恐れちゃいけないというか、そう、まあ、この無理攻めをですね、通したらいけないんですよね、本当は、本来は。で、ここにちょっと銀でもまた打っておいて、まあ、飛車のちょっと逃げ場所、どこですかみたいなことも聞きつつ、まあ、角をですね、とりあえず一回この香取りに当てておくと、いう流れで考えていきたいと思います。さあ、こっからですね。まあ、時間は、ちょっと勝ってるんで、まあ、その点問題ないかなと思うんですけれど、まあ、時間は勝って、いるが、まあ、竜作ってる分ね、この竜が縦横無尽にこれから動いてくると思うんで、まあ、その辺がうざったくてしょうがないという形にはね、ならざるを得ないと思います。で、この歩回収されちゃうのか。はい。これは別に問題ないね。これね。問題ないよね。王様逃げといて。まあ、なんだったらここに歩打ってもいいですし。桂馬。ここ歩打ちますか、一回。まあ、どうだろう。まあ、これ、と金作っちゃってもいいような気もするし。まあ相手もね、飛車2枚っていう状態だから、まあちょっとこれと金作っちゃいますか。と金作っちゃって、で、と金作っちゃっての、ここに角打とうかな。角打っといて、この桂馬を、ですね、いいタイミングでいただきたいなと思ってるんだけど、まあ一回ここまで引いといて、はい。これは、今ですね、ちょっと狙ってることがあるんですよね。狙いがあるんで、まぁ、ちょっとその狙いを実現させていきたいなと思うんですけども、まぁ、ちょっとその狙いを実現させてもらえるかどうかっていう感じですね。さあ、これで、はい、ここに桂打ち。まぁ、ここに桂打ちで、まあ、最終的に金打ちまでで詰んでいると。はい、ありがとうございました。まあ、ここに角が効いているっていうのをね、お相手見落としてたっていうことですね。そこをずっと狙っていたという状況でございました。綺麗に決まってよかったと思います。お疲れ様でした。どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボード実況やっていきたいと思います。さあ、お相手初段の方ですね、右玉がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、ただいまですね、3連勝中なんですけど、お相手も3連勝中ということでですね、まあ、それなりに、調子がいい者同士の戦いということが、始まって、おります。
さあ、今日も京都でですね、楽しく商業実況やっていきたいと思っておりますので、まあよろしければですね、チャンネル登録なんか、していただけると嬉しいななんていうふうに思ったりしております。さあ、お相手、向かい飛車に組み替えてきましたね。まあ向かい飛車に組み替えてきて、まあそっからちょっとどうなっていくのかということなんですけれども、これは、一応、この金がね、5筋に上がってるので、まあ、2筋は攻略しやすい陣形ではありますね。はい。はい。シンプルに2筋から、行って問題ないパターンだと思います。ただ、まあ、相手からの攻め方がね、これ高みの囲いみたいな感じにしてくるんですかね。まあちょっとね、序盤戦術まではですね、結構うまくいくことが多いんですけど、ですね、中盤、まあここからですね、だんだん中盤に入っていくという、ことではあるんですが、まあそこからがですね、私なかなかうまくいかないことが多くって、まあちょっとその辺で、苦しむことが多いんでですね、ちょっと、まあこの先をですね、しっかり頑張っていきたいなと思うんですけど、時間的にはとりあえず今、20秒ほど勝ってる感じですね。はい、時間で勝ってるのは少しだけ心強いというか、頼もしいというか。まあ、これで、まあ難しい。これ難しいけど、一回歩ついといて、まあ歩ついておいて、さあ、こっからだね。こっからちょっといろいろと混沌としてくるんで、まあ混沌としてくる、まあこの戦いに対してですね、ちょっとどうしていくかだね。これね。これでも銀上がるしかないもんね。普通に。銀上がるしかなくって。でも逆に言えばこれ角も引くしかないんじゃない？それか捨てるかだよね。まあ、引いた時に、まあ銀がやっぱり慣れていけるんで、なっていけるんで、まあそれは悪くないと思うんだよな。さあ、時間は1分ぐらい時間が、勝っております。まあ、このままいければ一番いいが、銀を取るか、角を取るか、桂馬が跳ねてくる。まあ、これはでも普通に考えて、そうっすよね。で、2筋から、行くっていう形で、いいんじゃない？ダメ？さあ、角一回引いといて、あ、ここに銀打たれんのか。ここに銀打たれるのめんどくさいな。ちょっと角の引き場所をミスった感があります。まあ。まあ一回こっち上がっといて、で、ここになられるっていうのがね、うざったいんだけど、まあでもね、角をね、いつもの定位置にちょっと戻しておきたいという気持ちがあったんで、まあこれで、今ね、相手の飛車先もちょっと重いんだよね。相手の飛車先も重いから、まあ、まあこれは一回歩打つしかないっしょ。さあ、ここで、何か、冴えた一手を放つことができれば、いいんだけど、冴えた一手が全く思いつかないっていう状況ですね。ただ、時間だけは異様に勝ってる。時間だけめっちゃ勝ってる。だからこれもう一回振っとこうかな、歩を。で、これに対しては、叩いて、まあ、叩いて、ああ、もう交換ね。交換するか。交換しますか。交換しようか。で、こっちに打つと。飛車を。相手陣形に打ったら、ちょっとこっちがね、横の攻めに弱すぎるんで、ちょっとね、今すぐは打てなかった。相手陣形に、飛車をね。まあ、これで、桂馬を召し取ることができますし、まあ、相手に何もさせないっていう意味では、成立してるんじゃないかなというふうに、思います。で、まあ、この辺に角でもちょっと打っておきまして、まあ、ここに、この桂馬を守るという意味合いですね。で、なんかないのみたいな話なんですよ、こっちからしたら。そろそろ攻め味出していかないといけないんじゃないのみたいな話なんだけど、まあ、それがちょっとまだあんまり見えてないんで、あ、銀桂交換してくると。いうことですね。さあ、これで？これで？さあ、残り4秒。さあ、まあ、ここの4秒の中で何をするかっていうのがやっぱり非常に大事で、
まあなんか、適当な手を打ってもあんまり生産性がないから、はい、ありがとうございましたと言いながら、まるで生産性のない手打ってるっていうねはい、ちょっと時間勝ちみたいなとこありましたけど、ありがとうございました。まあ、時間でしか勝てないねっていうのは相変わらず、叩きのコメントお待ちしております。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて。